ジェネシス招待最終日、18日、リビエラ CC、カリフォルニア州、7322ヤードパー71、圧巻の逆転劇だった。首位と6打差から出た松山英樹がキューバーディの猛攻で、62をマーク。トータル17アンダーで米国男子ツアー通算9勝目を飾り、K、J ・チョイ、韓国を抜いてアジア勢単独トップとなった。以下 優勝会見での一問一答、タイガーのホスト大会で勝てたことについて、この大会で優勝することは目標の一つだったし、タイガーがホストになってから、なおさらそういう気持ちが強くなった。今日一緒に写真撮りたかったんですけど、タイガーが会場におらず、残念でした。K ・ J ・ちょい声について、8回目の優勝から、怪我などもあり、すごく長く感じていましたし、 トップ10も入れず、もう優勝できないんじゃないか、って思いましたけど、こうやって優勝できて嬉しい。KJ さんを超えることは一つの目標だった。丸山茂樹が最多優勝だったけど、それを超えて何か話した。2017年に丸山さんの3勝を抜いたときには、早く KJ さんの8勝を抜いてくれ、と何回か言われたことがある。やっと抜くことができて嬉しいですし。 丸山さんに報告しようと思いますマイナス15番と16番のショットについて15番はティショットセカンドともにに完璧なショットが打てたそれでバーディが取れたので気分よく16番パー3を打ったんですけど狙いより5ヤードくらい右に出た結果的にかなりピンについてくれたんでよかったなと思います今朝コースに来た時に勝てると思った 不安は大きかったけど逆にミスショットが出ると思ってやっていたのでそれが良かった62のビッグスコアはキャリアでどんな位置づけショットの型がいつもよくてそちらを評価している今日はパットがよくてショートゲームがよくてこのスコアなので自分の中で評価するのは難しいんですけど日曜にこのスコアで回れたことはすごく自信になります優勝をどうやってお祝いしますか 今日の夜はもともと友人と食事をする予定だったんですけど、すごくいいディナーになりそう。背中の痛みはショートゲームに影響した。背中ではなく首が痛かった。ショットにすごく影響ありました。今年に入ってからは落ち着いて寝る時も不安なく眠れている。もう少ししたらこれまで以上に上位で戦える雰囲気。